ちよお客様。ここって悪い人が多いんだね。ダムが降りてきたよ。水面にも巡回のラベンジャーがいる。どこを通ればいいかな。でもダムを上げない限り通れないよ。お客様、あそこ、あれってダムを上げる機械でしょ。衛兵たちのことはお客様にお任せするね。島のラベンジャーもダムの動く音に気づいたはず。油断は禁物よ。そうだね。レインコール島の中心地はまだ遠い。急ごう。レインコール島に着いたけど、道にもいっぱい衛兵がいるね。お客様、ちゃんと覚えてるよね。お尻だっけ？博士は頭って言ってたような。あれ、私の勘違いかな。とにかく気をつけなきゃ。ここで時間を無駄にしちゃダメ。奴らがあそこに大砲を置いたのよ。こんなのひどすぎる。でも私だって他の道は知らないし、どうしよう。あ、そうだ、いい方法を思いついた。レインコール島にはミストフラワーっていう植物が生えてるの。煙の中に隠れたら大砲をかわせると思うよ。ミストフラワーは木の下に生えてるよ。お客様、あの大木の下を探してみて。お客様、ミストフラワーはあった？
これだけあれば十分。次は私の出番ね。入れ物、エンジンオイルの瓶、生成、これでもう絞っちゃおう。やったー、お客様、ミストフラワーで煙幕弾ができたよ。どうぞ。でも煙幕はそんなに長持ちしないの。だから急いで突破しようね。印をつけてくれた場所に近づいたよ。この先の角を曲がればすぐそこ。さっさと仕事を終わらせて帰ろうよ。私もうこんなとこは嫌。警備はかなり厳重だよ。お客様、大丈夫なの？そう、なんだかちょっと心配。でも、あとはお客様次第ね。くれぐれも気をつけて。大丈夫？私ちゃんと隠れてたのにミュータントが二人怖かったよ。どうしてここにミュータントが？ここなんか変だよ。あちこちにミュータントの匂いが漂ってる。手当たり次第手がかりを探してみよう。見つかった？ベックマンという人の残した情報を見つけたわ。彼は極秘実験を進めていたようね。そう、きっとそいつも悪いやつよ。そんな大事な発見はすぐに博士に知らせなきゃ。あと私もすごい発見をしたの。お客様、あれ見て。誰だと思う？ブラックドッグ。まだラベンジャーのとこにいたのね。さっさと捕まえよう。きっといろいろ知ってると思うよ。
てめえら、近寄ったら承知しねえぞ。ブラックドッグ、あなたにはもうチャンスをあげたはずよ。え？ああ、いや、俺、ブラックドッグじゃないっすよ、俺は。弟のホワイトドッグっす、そう。ホワイトドッグ。この私が人違いなんてすると思う？そのくっさい大衆まで覚えてるんだからね。正直に白状しなさい。あなたたち、この島で何をしてるの？これは全部、ドクターベグマンの差し金なんだ。なんだっけな。変異反応の制御性の研究をするとかなんとか。ドクターベックマン、ラベンジャーが大枚叩いて呼び寄せたスーパー科学者だよ。ボスは博士に恐怖のミュータント軍団を作らせるつもりなんだ。だから変な匂いがするのね。まさかミュータントを作ってたなんて。それならあんたたちが盗んだ設備は？ゲートストーから盗、いや、拝借したあれか。あれはドクターベックマンに渡した下の物資倉庫に置いてあるはずだ。ドクターベックマンはどこ？博士はラベンジャーに呼ばれて本部に戻った。残ってるのは下にある物資倉庫の見張り板だけだ。早く取り返しに行こう。シャーリーっていうお客様が私たちのこと待ってるよ。ミュータントよ。ブラックドッグは嘘つきじゃなかった。お客様気をつけて。始めたくて私たちを待ってるんだって。博士から頼まれたものが。それなら私がもう手に入れたよ。でも博士言ってた、これはケイトス島の秘密だって。だからお客様には見せられないの。
うまくいったわね。ダメかもしれないと思って心配してたのよ。これがあれば実験のリスクもかなり下がるわ。博士、シャリーは？リスクは下がるけど 100% 成功するとは言い切れない。どうするか答えは出た？少しでも希望があるなら諦めたくありません。妹さんを救えるかどうかだけじゃない。実験に失敗すれば何が起きるか誰にもわからない。一つ契約書に付け加えさせて。今回の実験で私が被った損失は全てあなたたちが負担すると。それに応じられないなら。わかりました。博士、俺が全ての責任を負います。そう言ってもらえたら安心だわ。では始めましょう。覚醒プログラムを実行するわよ。準備はいい？それじゃあ起動。あら、この子本当にせっかちね。博士、どうかしましたか？シャーリーは無事ですよね？彼女の抑圧された人格を呼び覚まそうとしてたの。でも覚醒プログラムが完全に機能する前にこの子の精神状態はとても不安定になった。それより面倒なのは、私がシステム全体に対する制御権を失いつつあること。彼女の精神が全てをコントロールしようとしている。シャーリーがシステムをコントロール？いえ、シャーリー自身ではなく、シャーリーの体内で暴走する人格のことを言ってるの。これ以上悪化するとまずいわ。システムが制御不能になればケイトス島全体が混乱に陥り、シャーリーの本当の人格もおそらく消えてしまう。教えてください、俺はどうすれば。私があなたの精神をシステムにつなげる。あなたはシステムの構築したバーチャル世界でシャーリーを見つけて彼女をなだめて。ただし、あなたの精神まで彼女の影響を受けて発狂するリスクも相当高い。そうなれば申し訳ないけど、あなたたち兄弟の肉体を破壊するしかない。わかりました。始めましょう。それと、そこのあなた、もう一つ手伝ってちょうだい。実験用のロボットアームが制御不能になってかなり危険な状態なのよ。ジークがシャーリーを覚醒させるまでロボットアームがこの部屋を粉々にしないように見張っててちょうだい。
もう大丈夫だ。眠ってろ。ジーク、シャーリーをどこへ連れて行くつもり？助かったよ。だが、この後起こることにお前を巻き込みたくないんだ。こうなると思った。博士、シャーリーは元に戻ったんですか？正直今回の実験はうまくいったとは言えない。でも最悪の事態は免れたわ。あの子は少しずつ良くなるはずよ。いや、嬉しいです。あなたは他人の心配よりも自分のトラブルを解決するのが先でしょ。私、トラブルなんてありましたっけ？言ったでしょ、今回の実験で私が被った損害はあなたたちで負担するって。でもジークは自分が責任を負うって。あのね、ジークの件とはまた別。あなたの起こした問題はあなたが責任を取るのが筋ってものでしょう。よく見なさい、この実験用ロボットアーム完全に壊れてるでしょ。でもそれは博士が私に。私はロボットアームの暴走を止めてと言ったの。バラバラに分解しろとは言ってない。博士。何が博士よ、ここに博士なんていません。いるのは実験室を失ったかわいそうな女だけ。そうね、あなたどう見ても貧乏そうだから借りは体で返してちょうだい。私はここの後片付けで忙しいの。仕事内容はイスラールに伝えておくわ。急いで彼のところに行って。Thank you.